はい、こんにちは。めちゃくちゃ強い。はい、本日はですね、UFO テーブルカフェに行ってきまーす。なんとね、ヒューさんのバースデーに行けるという奇跡が起きました。実は私、連絡していて、それをね、インスタの方でつぶやいたんですよ。そしたら、もう、神様だよね。神様です、本当に。よかったら、ご一緒しませんかとゲームいただきまして、いやもう本当にありがたいです。本当にありがとうございます。しかも今日から条件集結のテーマが始まります。これもやばいよね。だってさ、ギフさんのバースデーがお祝いできるってだけでも、もう今年はね、自宅でギフさんのお祝いをしたんですけど、やっぱりね、推しの誕生日はカフェでお祝いしたいよね。だからめちゃくちゃ嬉しいのに、かつ新しいテーマでね、前期と後期に分かれていて、前期が上限集結で、後期が刀鍛冶の里へというテーマなんですけど、なんと初日上限集結に行ってまいります。いやもうめちゃくちゃ楽しみ。いやだってさ、多分皆さんもうね、サイトとか見たと思うんですけど、上限集結に合わせたフードメニューだったりね、グッズだったりとか、いやもうたまらんよね。今回はもうね、ちょっとノベルティね、ランチョンはね、特にやっぱりドーマが絶対欲しいので、ただね、また8分の1なんですよ。コラボメニューは追加オーダーできないので、全メニューはさすがに食べれないので、ちょっとね、ここはもう頑張って組み引きをしたいと思います。映画の半券を持ってくと限定のドリンクが飲めるっていうのもちょっと気になってるので、これももし飲めたら飲もうかなと思います。節分だったりバレンタインとかもね、めちゃくちゃ可愛いんですけど、もうちょっとドーマ熱がすごすぎて、いやもちろんギフさんも好きなんですけど、この間のね、舞台挨拶でもうがっちり宮野さんに捕まれちゃったので、もうあれで完全にもう沼ですよね。よりもうドーマに対してちょっとね、会場が空いてしまっております。もうだからさ、カッチガチに化粧してきたよ。ちょっと頑張って、なんかもう好きな人に会えるみたいな感じだからさ。だから今回は本当にもうギフさんのお祝いとドーマに会える嬉しさでレポしていきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。到着しました。これがランチョンマットですね。はい、あ、でもドーマがない。楽しみ。
い、ということでカフェ行ってきました。今日はね、同行してくださったヌーさんと一緒に今日から発売の缶バッジ買ってきましたので、ね、こっちがヌーさんが選んでくれたやつ私が選んだやつです。先にヌーさんの方から、はい、聞いていきます。10種類あって、シークレットがそのうち2種類らしいので、シークレットも気になるけど、やっぱりね、推しのドーマちゃんが欲しいのでお願いします。いきます、せーの、ほい、誰、あ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 、って分かっちゃったはい、じゃあ2個目いきます。寒い、じゃあいきます、2個目、せーの、はい、あじゃあ3つ目いきます、お願いお願いせーの、ほい、あ、かわいい、かわいい、ちょっと汗かいてますね、かわいいはい、じゃあラストいきます、こい、いけ、頼む、風がすごい、風いきます、ラスト、せーの、ほい、ほい、ほい、あ、出ました、ということで出ませんでしたが今日一日本当に楽しかったです。本当に誘ってくれてありがとう、楽しかったです、楽しかったです、はい、ということでね、本日の動画は以上になります。ぜひチャンネル登録とグッドボタンお願いします。じゃあねー Thank you.